東海道新幹線の下りは今日が混雑のピークとなると予想されていて、駅のホームには大きな荷物や土産物を手にした人の姿がたくさん見られました。静岡駅を発着する列車の自由席の乗車率は下りで最大 150%、 上りで 140% となり、午後5時現在は下りの光が 80%、 こだまが 50%、 上りの光が 50%、 こだまが 50% となっています。親戚の家行ったりとかでもう予定がパンパンでいろいろ回ろうと思ってます。大阪に推しのイベントを行きに見に行きます。大阪は初めてなので、まあ、順分に楽しみたいと思っています。 JR 東海によると上りは6日に混雑のピークを迎える見通しです。一方で高速道路は東名、新東名ともに渋滞はありませんが、中部横断自動車道は山梨県との境にある下りのトンネルで車同士の事故があり、上下線とも新清水ジャンクションから富沢インターチェンジまでが通行止めとなっています。